いつもお疲れ様。頑張ってて偉いね。今日も昨日も君はめちゃくちゃ頑張ったよね。すごいと思うよ。なんかね、世の中さ、頑張ることが当然みたいになってるけど、一日一日を頑張ってるだけですげえなって思う。偉いなって思う。君は偉いよ。自信持ってね、また自分にさ。俺がすごいって言ってるんだから、すごいんだよ。君はすごい。でさ、そんだけ毎日さ頑張ってばっかじゃ疲れるもんね。今日は俺の胸の中でいくらでも甘えていいかんね。君のためにこの胸を空いてるから。うん、偉いよ。お疲れ様。明日からも頑張るんでしょ。だってすごいよ。未来のことだもんね。明日のことなんてさ、未来のことなんて誰にもわかんない。そん中でさ、明日も頑張ろうっていう気持ちを持てるのって実はね、すごいことだなって俺は思うからさ。みんながみんな当然のようにやってるように見えるのかもしんないけど、実は全然当然なことじゃないんだよ。うん、すごいことしてんだよね。だから抱きしめたくなっちゃうんだよね。そんなことぐらいしかできないけどさ、逆に言うと君を甘やかすことが俺の役目でもあるからね。うん、君を癒すことって俺にしかできない。うん、俺しかしたくない。うん、君を癒せるのは俺だけであってほしいなっていうところがちょっとあってね。うん、だからいつでも頼ってほしいし、いつでも抱きしめさせてほしいしさ。俺はね、変に体温とかはあったかいから、そういうぬくもりはあげられるからさ。そういう部分で求めてくれるだけでも俺は嬉しいしね。これは本音。
だからいつでも俺に甘えてきてほしいし、俺の胸なんかいつでも飛び込んできてほしいし、いつでも君の話は聞いてあげたいし、悩みでも相談でも愚痴でも、今日あった何気ないことでもね、何でも、そういう一つ一つがさ、ちょっとした気持ちが和らぐ部分につながるのかなって考えたりするからさおいで。俺はいつでも君を偉いと思ってるし、すごいと思ってるし、尊敬してるし、だから君にとっても俺が一つの甘えられるような場所になってたらいいなってすごく思う。いつでも俺の元に帰ってきてほしいしね。いつでも俺は受け入れるからさ。ちょっとでも君の表情もさ、気持ちもさ、俺が和らげられたらいいな。いつでもそばにいるよ。ね。よし、お疲れ様。